チクタク、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 チグハグ、チグハグ、チグ、チグハグ、チグハグやろー、機械やろー、機械はーだー。で、あんねー、テレス使い切った逆に、オスも二人対戦したものがかかわらず、ダイヤハラグ使ったら、延長戦で、カーブレディ選手が大体、カーリンデル選手がおらん、おー、おートラ選手が遊んでー、現在選手の交代が、もう、まあ、大竹のな、後半が、早かったから、仕掛けるためにも早かったし、おばたがな、そこで怪我すると思わへんから、代わりに熊が入れへん、代わりに熊が入れないときだったし、おぉ、まあ、いたしかつのない部分もあったけどな、おい、ダイナマイトマンやろ、おいな、何やってんだ、おい、なんでロックタイで前が使ってまうね、あそこは早いやろ。ワンアウト一塁、まだワンアウト一塁、チャンスでもあってあの場面で、あの場面で前が落ちたんだな、これおい、なるんやろなぁ、あそこで前が取ってたらやなぁ、あそこ9回、なぁ、坂本の声、大打、前がいいで、ほんで、なぁ、最後、久保原口、ピッチャー原口いけるやんか、なぁ、全部は、オーケー、お前が何じゃねぇ、なぁ、誰が殺すのに大勢や、なおために藤田健太上げてきたやな、おかしいやろな、あそこだ、体調が攻めすぎやろな、飲んだけ選手交代すんねん思ったな、ほんで坂本を掴んだな、すべてバーンとやろな、バーンとバーンとやろな、どう考えてもバーンとやろ、あれはバーンとで送ってツーアウト二塁にして、8番中野班、こっちはよっぽど期待できるで、ほんまにワンアウト出てるよ、坂本制しろって、おい無理やって、そんなん。まあ、あったとしてもシングルヒット。だからランナー2塁って動画変わらへんねん。一サルになるかな、狭い東京ドームで。おー。なあ、ほんまに。絶対ないやろ、なあ。これだったら絶対バントで、中野班に回して、ファウルで何でもええわ、中野班が出てくれたら、クワンピッチャーないで原口が使えるやんかな。なんでやねん。なんで坂本で出したやな。まあ、もう坂本班のちゃうねんか、おー。なあ。うちは制しようや。おー。そこやでんな、ほんまに。使うのはバントやで、はっきり言うて。ゴールデン阪神、2020年以来の、3カード連続の読売ジャイアンツ対して負け越し。宿敵読売やってきたか、ついによ。宿敵読売戻ってきたな、おこれで昇魂攻撃で当たってもな、別にもう大丈夫か、おぉ。前まで当たってた阪神強かったし、巨人も弱なってきてたからな。おぉ、いろいろ昇魂攻撃に関しては言われとったけど、おぉ、もうコールは関係ないやろ、2020年代はもう3カード連続負け越してるわけやからな、もう巨人の方が強いということや、おぉ。それならば、話はまた変わってくるわ、おぉ。そして6回表、ワンアウト一塁、1ランナー大山班、盗塁仕掛けるも、アウト。そして坂本選手の班見逃し三振。サインか、外したのは、キャッチャーの岸田が外したのはお前のサインやったらしいな、おう。阿部慎之助、お前は監督になっても阪神の前に立ち上がり続けるのか、おう。現役時代の勘でちゃうやないな、その現役時代何回やられてきたと思ってね、阪神大会すわ、お前のバッティング、お前のスモーク、配球サイン、おい。ほんまに、お前か犯人は、昨日お前な、昨日もなんかな、岸田ハウスとって、あれも全部お前か、さあ、黒幕、おお、黒幕は阿部か、おー、APE、阿部、阿部許さんの、お前だ、お前ほんまに、どんがなよ、お前だ、天才か、お前は、岡田の嫁を埋めるとは変態か、お前は、阿部1年目のくせして、ほんまに、そして、大竹黒太郎、大竹幸太郎な、ほんまに。て、味方がな、お前、勝ち越し直後にお前、追いつかれて、勝ち越されて。なあ、そのちぐはぐなピッチングは、な。大竹幸太郎頼むな、ほんまに。いや、でもな、もう、栃木戦は怖くて当てられへんわ、もう。もう、広島カープ戦だけ頑張ってくれ。もう、カープ戦、スワローズか。スワローズもな、得意らしいから。もう、広島とヤクルトだけ当てとくわ。しっかりそこで勝ち星抱えてくれわ。もう、ほんまにな、もう、両竹派のピッチングがな、ちょっとな、流れに乗れないというか、な、こうな、2点先制しても、すぐ1点返されたとか、な、勝ち越した思ったら、その裏にな、もうひっくり返されるとか試合をな、
まあ、そこやねんなぁ。そしてね、最後もね、まあ、ランナー出したけど、まあ、大勢派のボールもね、まあ、軌道と体弱い勢いだったし、まあ、昨日よりは若干、まあ、コントロール。まあ、若干だけどね、別に。昨日よりは、まあ、悪いかなって。まあ、悪い人、まあ、昨日が遅いだけじゃないけどな、はっきり言うて。まあ、だからまあ、もうほぼノーちゃうよなぁ。しかも、ベンチに残ってないからな、もう選手が。だってもうな、5回ぐらい、4回、5回、6回ぐらい、4回、5回ぐらいで、もう選手めちゃくちゃ使ったし、6回もな、代打前が行ったし、そらおらんくなるよ。今、上田海もな、あそこで帰るやんからな、あそこ別に上田海、そのままな、生かしてもよかったと思うけどな、まあ、近本ヒット打ったからあれやけど、でもな、なんかな、せっかくこう上田海をな、スタメン使ったなら、あそこのチャンスでな、上田海信じてな、バッティングさせるっていうのが悪くないと思うよな、まあちょっとな、まあ後手後手にな、なんかなるという、あれもあったけど、ちょっと岡田さんもね、前提すぎやんちゃう。岡田派もね、前提すぎるよ、これは。ただ先に動きすぎるのは、あんま良くないよな、途中で最後積んでもうだからな、原口使えないっていうね。あ、でもおばさんがね、こうね、肉離れで消えるっていうのは、ちょっと考えてなかったというか、まあ、予想外やったんでね、まあそこはしょうがないやと。まあそこで熊谷班入れちゃったんでね、大相談すぎませんしっていう。島田班もね、そんな簡単に使えへんだろう。そういうことでね、明後日からね、ウルトラ夏始まりましょう。3連戦広島カープとのね、3連戦始まりますけども、ここでね、しっかり3連勝してね、読売が3連敗すれば、阪神首位ターンなんで、はい、あくまでもね、オールスターの前にね、首位でターンしとけば、高確率でね、アレンパね、向けてね、発信していくと思うんで、しっかりね、そこはまだ諦めずにね、やっていきましょう。よろしゅう。